ラ・コンパニーはフランス・パリに拠点を置く航空会社。機内の全席をビジネスクラスとした機材で国際線を運航している。2013年10月、ドリームジェットとしてフランツ・イブリンとピーター・リューティによって設立された。その後、航空業界などの支援を受けて就航準備を行い、2014年6月14日にラ・コンパニーと社名を改めた。 7月1日から最初の就航路線であるパリ・ニューヨーク線のウェブ予約受付を開始し、7月21日に一機のボーイング757にて運行を開始した。機内はエコノミークラス等を設けず、全席をライフラットのビジネスクラスとしている。ボーイング757での座席数は一機あたり74席となっており、各座席には機内エンターテイメントとして、 サムスン製のタブレット端末が備え付けられている。全日本空輸やシンガポール航空など一部の機材を全席ビジネスクラスとして運行する航空会社はすでに存在しているものの、全席、全機材をビジネスクラスとして運行する方針の航空会社は世界的に見ても珍しい。同区間で競合する他社よりも30%から50%ほど。 運賃を安価にすることを計画しており、予約変更やキャンセルの可否などの自由度によって3段階の運賃設定が行われる。2015年6月現在らコンパニーのボーイング757。ありがとうございます。